斎藤義辰と敵対した光秀は、義辰勢から領地や民を守るべく、腹心の利光と共に急ぎ明智領に帰還した。居城明智城にて叔父の明智光康らと合流した光秀は、義辰勢との戦に備えるべく親族らと共に準備を進める。だが義辰の魔の手は光秀らの想定よりも早く明智城へと迫っていた。明智城の戦い。というわけだ。ここ明智城にも義辰の手勢が遠からずやってくるだろう。皆には迷惑をかけるが。よいよい、気にやむな十兵衛。皆すでに覚悟は固まっておるなあ光久。しかり道三様の死への義憤、至極真っ当。明智の血脈をつなぐ者として、その行いに胸を張れ。お父上方、面目ない。必ずや明智の力でもって義辰に対抗しよう。殿の並ならぬ疑心、そのゆえんはまさしくこれは止めようもあるまいな。報告、義辰が軍勢明智城へと退去。急ぎ応戦のご準備を。来たか。城の蓄えも心もとない我らに残された道はただ一つ。おお、打って出て義辰らを打ち払うのみぞ。よいな十兵衛。任せてくれお十兵衛方。この地も一族も明智十兵衛光秀が守り抜く。使命を果たす。殿、それがしに万事任されよ。領地や旅、明智に集う全ての者たち、義辰の脅威から俺が守り抜いてみせる。手始めに城を狙う義辰の手勢を迎え撃つ。皆力の限りを尽くせ。城を守る叔父上を討ち取られては敗北は必定。必ずや守り抜かねば。見せてやる。なんと見事な。見せてやる。俺
俺の力の礎となれ。力及ばずか。俺はまだ強くなれる。刹那で、ここは引くほかあるまい。任され。敵将、始末いたした。引かせていただこう。やるな。我らも続け。陣が崩されただと。体勢を立て直す。一度引くと開門。敵の出花をくじけたようだ。この機に乗じて進軍しよう。あやつらが迎撃に惑う今こそ好機。今日月敵の砦を手中に収める。この程度戦火とは呼べぬゆえ、俺に任せろ。尋常に勝負いたせ。開門。義時は直ちにお届けいたします。開門。承知した。見せてやる。俺はまだ強くなれる。任されよ。敵の二打奪えば英気をそげようか。これは油。あやつら一体何を企んで。見せてやる。開門。こたびの進行、義達勢の要はおそらく勘弁。お前を倒せねばならないのか。見せてやる。風は俺たちに吹いている。この勢いのまま義達らを打ち払う。かつての仲間にあだなすことになろうと、僕は君を止めないとね。見せて。開門。やはりお前は変わらず義達勢。これが僕の最善だったはずなんだけど、今となってはそれももう僕にも、もっと向こう水な勇気があれば、どうか生き延びて。開門。任されよ。みな、わしらも十兵衛の奮闘に応えるぞ。ここまでだ、斎藤義達。甘いわ。度重なる狼藉の報いを受けろ。来たな、明智の愚か者ども。てめえら全員ここで死ぬ定めなんだよ。どうしみつよ。
今光秀を裏切り俺につけば数々の比例を水に流してやってもいいんだぜ。少子月を見せ当時は明智を殿のお立場を思うがゆえ貴様に服していたに過ぎぬ。デオさん様を討ち殿を苦しめた貴様はほふるのみではもはや手ぬるい。清里様かの策の準備万事整いました。おりゃ平凡せいやそろこれで俺たちの勝利は訳されたも同然。俺は引くぜ。お前らあとは任せたぞ。全ては俺を城から引き離すための策か。守りの手薄な城が危険だ。急ぎ戻らねば。道を開けろ貴様ら。引けぬと言うならこじ開けるのみ。これは城へ続く裏道だ。やはり半兵衛殿の城。承知した。人間通りであったか。何かようなバイオリ敵衆とは。ゾリャセイヤゾリャ。皆の者奴らを城へ近づけるでないぞ。ネズミ一匹通しませぬ。敵衆よもやこれほどとは。俺に任せろ。見せてやる光秀。あとは全てお前に。討ち死に。見せてやる。ソラ城門を開くぞ。一気火星に討ち入るのだ。開門。上司明智光康の見印ちょうだい。立ちふさがるなら叩っ切るぞ。義時様のご命令だ。明智城に火を放て。行け。戦火に惑いし愚かな明智を一網打尽にしてやるのだ。もはや明智に残された道は行く手を阻む不定の輩め残らずうがち抜くのだ。開門。邪魔者は消えたか。では迅速に進軍いたそう。参るか。身のほど知らずめ。城は目前。行く手を遮る者は残らず切り捨てる。油は未だ届かぬか。これでは火の手承知が強められぬわ。討ち死に。甘いわ。城外の敵がこう多くては脱出もままならぬ。もはやここまでか。討ち死に。おりゃおりゃ。開門。ごめん。門が開けた。承知した。おじゅうただいま参ります。うがち抜く。俺に任せろ。お逃げくだされ光康様。討ち死に。道は開けた。急ぎ城へと戻らねば。十兵衛か。この城はほどなく落ちる。なすべきこと分かっていような。十兵衛何を弱気なことを。
見せてやる。義達を討ち、共に領地を守り抜きましょう。愚かな明智を残らず叩きます。承知した。任されよ。俺に任せ。明智の当主として正しき判断をなすのだ。お主だけでも生き延びよ、十兵衛。皆撤退だ。生きてこの地を脱しよう。勝利条件変更。敗北条件変更。ただ引いては腹の虫が収まらぬゆえ、タイロの災い排除せん。明智の手勢一人たりとも生かしておかぬ。いたぞ光安だ。覚悟。非常な選択を死んでしもうたな。強く生きろよ、十兵衛。打ち死に。開門。刀鳴らしにもならぬ。耐えきれん。引かせてもらう。チリシ、どうか安らかに眠らぬこと。命ある者は撤退を急げ。せいや、そりゃ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 、せいや、そりゃ、せいや、そりゃ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 、この地を抜ければ脱出もなりまする。急がれよ、殿。光秀さん、利光、やっぱりここまで来たんだね。本命、やはり貴様はこの地でうがたねばならぬな。義達様の策を止められなかった僕が許されたいなんて思っていいわけないんだ。それがしなどが敵か無双に至れようとは。聞くね、僕のこと恨み続けて構わないから。アンペ、誰がお前を恨むものか。恨むべくは何より俺の。ここまで来れば追っては来まい。ご無事ですか殿。無事のものか。俺は何ということ殿。利光、俺はなりませぬ。救われた命、いたずらに散らすおつもりか。俺は